こんにちは、アート探求サロンへようこそ。シンディ、今日はね、江戸時代の画家、伊藤若冲の話をしたいと思います。もちろん若冲さんは知ってますよ。知ってます、はい、だって大きな美術館とかに展示されてる方ですよね、うん、そうなんです。2016年かな、生誕300年記念の展覧会が上野の東京都美術館で伊藤若冲展があったんだけど、その時にもう4時間待ち、5時間待ちの行列ができて、ものすごいフィーバーしたって。もうディズニーランド以上じゃないですか。で、はい、まあ、いろんな美術館でも展覧会をよくやるんだけども、大変大注目の画家なんですね、はい、で、普段実は永井画廊はほとんど現代作家が多いんですけど、はい、まさに伊藤若冲はですね、もう古美術から現代アートという枠を超えた、もう本当人気作家っていうこともあって、ご縁があってですね、おそらくこの銀座の画廊で伊藤若冲展をやるっていうのは初めてじゃないかなと思うんだけども、この若冲銀座降臨ということでね、この永井画廊で展覧会を開催します。今回ね、この展覧会にまあご協力をいただきました方にお越しいただいています、伊藤若冲の愛好家であり、またコレクターでもある影山由美子さんにお越しいただきました。影山さん、どうぞお越しください。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞおかけください。これは初期の良さをそれこそギュッと凝縮した絵だと思います。今回はその長年その伊藤若冲の作品を回収されてきた影山さんの貴重なコレクションをね、長井画廊で展示をするということで、いろいろご協力いただいています。もともと出版社にお勤め、あるいはその IT 関係の、ね、企業にも勤めだったということなんですが、途中からその若冲に出会って、その若冲の作品の楽しさとかね、その画家の思いを多くの人に伝えたいということで、何かその書籍の執筆であるとか、講演会とかね、また今回のような展示会、あるいは作品販売を等を通してね、その弱視の魅力を広めたいという活動をずっと今ね、熱心になさっている方なんですね。本当に改めて今回そういう貴重な展示の機会を与えていただいて、本当に逆に感謝をしております。ありがとうございます、はい、江戸時代の天才絵師伊藤若冲。伊藤若冲という名前は聞いたことがある人が多いと思うんですけど、一体どんな方だったんですかね。生まれはもともと1716年、京都に3代続く増屋という青物問屋の長男として生まれるんです、で、23歳の時に父親が亡くなりましたので、家業を継ぐことになって、そこからいわゆる商人として、商売に勤しんでいたんです。40歳になった時に、もう自分は画業の道に進むというふうに決めて、3つ下の弟にマスヤを譲って、そこからスタートしているんですね。で、40歳から亡くなるのが85歳なんですけれども、もうその亡くなる直前まで絵を描いていたという、当時としては85歳というのは大変長いので、結構長く絵を描いていたんですが、実はスタートが遅いという。そうですね、40歳ってもうちょっと早いのかなと思ってました。人生50年ぐらいの平均寿命だったと思いますので、江戸時代はそう考えると、もう40歳スタートっていうのはあまり例がない。もう切りは40歳といういい切りをつけ て、はい、で最終的に85歳でまで生きたんですけども、多分ご本人も当時85歳まで生きるというふうに思ってらっしゃらなかったと思います、自分の当時の平均寿命を考えたら、残り10年で自分の思いと夢を達成したいなって、そういうなんか人生プランのものがあって、それでスタートしたんじゃないかなと思います。なるほど。でもね、そういう絵を描きたいという思いは多分あった。そうですね、なんか今のお話をお伺いしても、若冲の意志の強さと夢に対するね、自分のやりたいことを全うするという人柄がすごくよく分かりました。そうですね、私若冲さんのいろいろな人生とか作品とか
研究も個人的にやっていますので、調べていくとやはりその性格を一言で言うと良い周到の人なのかなという。なるほど。今から25年ぐらい前に書店で若冲さんの代表作で動植作業というのがあるんですけれども、それが載った書籍を偶然見つけたんです。はい、今それ私持ってきてるんです。あ、どうぞ。あ、はい、ぜひ拝見させていただいても、はい、あ、すいません。あ、いいですよ。いいですか。はい、よろしいですか。あ、はい。こちらをですね、うん、私書店で初めて見かけまして、うん、ちょっとここに英文タイトルだったので、うん、はい、そうですね、洋書かなと思って、うん、はい、で私その時伊藤若冲さんという画家を全く知らなかったので、うん、ただただこれをこうなんとなく手に取って、この中身を見た時に、うん、あまりの素晴らしさといいますか、大変、うん、モダンで構図もすごくかっこいいですし、あ、なんて素敵な絵なんだろうって思ったんです。これ現代の海外のアーティストさんが日本のモチーフを使って作ったポスター集だと思っ、うん、あ、なるほど、はい、画家を知らないで、ただこれを見た時に大変そのモダンな印象があったので、うん、現代の方が作ったポスターだと、で、ただこの前の方の解説を見ると、江戸時代中期の画家伊藤若冲と書いてあったので、それで、え、こんな素敵な絵を描く画家が江戸時代にいたんだっていうのに。そうですか。いわゆる展覧会に見てじゃなくて、いや、ここから入った、これが初めてなんです。なんか運命的な出会いじゃないですか。なので、この書籍に出会わなければ多分私は若冲さんを知るのはすごく後だったかもしれないです。本当に江戸時代なんだけど、はい、最初のなんかその現代のね、はい、人がなんかポスターで描いたみたいな感覚って、はい、なんかすごくポップなんですよ。もう時代超えちゃってる感じで、だからそこのとこですよね。そうですね、うん、今これだけ若冲さんの絵が人気っていうのは、そういう時代を感じさせない、多分今の人が見ても、うん、私と同じで、その知ってないけれども、うん、初めて見て素敵だなと思って好きになった方っていうのも大変多いと思うんですね。そうなるとやはりいつの時代でもその人々になんかこう新鮮な感動ですとか、驚きっていうのを与えてくれる絵なのかなっていうふうには思います。作品をコレクションするってまずなかなか珍しいんじゃないかなって。そのステップがすごいですよね。見てはいいなと、それでコレクションっていう方向で、なぜその発想たのかちょっとお伺いしたいです。実はこれをその書店で、まあ、最初立ち読みですね、こうバラバラって見た時に、あ、私この人の作品を将来手に入れるかもって、実はこれをページをめくってた時に、なんか掲示板でインスピレーションなんか思ったんですね。その時のなんかこの不思議な感覚っていうのは今でもすごくはっきり覚えてます。それすごいね、なんか分かるというか、コレクター心理で、はい、あ、これだってなんかね、まあ、人に説明できないんだけど、なんかこれが運命の出会いみたいなと思って実際にコレクションしようと意識したあるちょっときっかけがありまして、気になります。それは2006年に東京国立博物館で、はい、アメリカ人の江戸絵画コレクターで有名なジョー・プライスさんのコレクションを集めた、プライスコレクション若冲と江戸絵画展というのがあったんですよ。で、まあ、私も若冲さんの絵だなと思って、その展覧会を見て、絵をこうずっと見ていて、やはりある絵の前に来た時にふと、あれ、この私もプライスさんのように何か若冲さんの絵をコレクションしたらいいかも。すごいコレクションするという発想は実はやはりなかったんですね、はい、ただ行った時に、ああ、そうか、私もプライスさんのようにコレクションすればいいんだ、ふと思ったんです。すごくないですか。素晴らしい、はい、これまさに出会いなんですよ、うん、運命の出会いなんですよ、これね。もうインスピレーションというか、なんか啓示があったみたいな、これを買うべき、買わなくちゃいけない。それで実際に行動に移してね、その影山さんの行動力が一番すごいですよ。行動力もそうだけど、経済力とね、そうですよね。
代表的な絵は動植彩絵ということで今国宝になっているものがねあるんですけれども、そのイメージ鮮やかな生き物を描いたイメージがあるんですが、うん、色彩的にはあの真逆なんですけど、逆にこの墨の美しさというか弓の墨の濃淡も合わせてですね、あの繊細な描写 でこの辺もあのその当時江戸時代の画家でこういう水墨画を描く画家多いんだけど、やっぱり個性が全く違います、若冲ね、うんうんうん、でこの表情も非常にそれぞれ豊かなところがあって、なんかねもう新しいんですよ感覚が。江戸時代の画家っていう考えは私の中で全くなくてね、もう時代を超えてもう誰に対してもあのアピールできるというか、多くの人が皆さん関心を持って見る画家ということで、こういう水墨についても非常に魅力を感じていたので、今回本当に展覧会ができるということはですね、影山さんとのねこれ ご縁でねこういうことが実現できた本当に私も嬉しいし、まさに古美術の現代アートもない枠を超えた本当にもう日本のお宝だなって改めて思ったんですよね。まずはこちらの作品です。竹に踊り図、こちらはどういう作品でしょうか。一本の竹の元に踊りが描かれています。竹がですね、右から上にガーッと上がっていくんですけれども、よく見ると先がくるっと曲がっているんですね。あ、本当だ、はい、こういったなんか、ね、先がくるっと回るという表現は若冲さんオリジナルありますね、はい、で下にあるこの半円はですね、これは竹の根。あ、はい、はい。で、この本取りがですね、こう片方の足を前に向けて前に進む瞬間というのを描いています。ジャクチューさんというのは、あのこう形みたいなものをデザイン的に配置することが多くて、これでいうとこの上にくるっと回ったこの周り曲線ですね。あとこの踊りの羽の曲線、そしてこの胸の部分の羽の丸、そしてこの竹の根っこの半円というふうに、この絵の中で曲線を上からじゅん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 と配置しているので、見た時にやはりその動きといいますか、竹の部分もすごく生命感がありますし、うん、全体の中で竹は上に伸びて丸くて、この鶏は前に進んでいて丸く、そしてこれは横に伸びて丸いという、この一つには上方向、ね、そうなんです、垂直横というこの動きを入れていることで、あの本当にこの鶏もズンズン前に来る感じがしますし、竹は竹ですごく生きているんですが、うんうん、あの普通の花鳥画というのはあの鳥がメインで、若冲さんね、この彩色画もそうなんですが、周りの植物も主人公っていう、もうそこにあの種類の関係がないんですね。あとこの墨の使い方がね、これ若冲らしいあれですよね。そうですね。で、あの実はこれはですね、40代後半の作品なんで、うん、初期の作品で、そうなんで、たっぷりとしたこの墨ですとか、うん、あのこの辺のちょっと滲みというのは、うん、後からこう習得した水墨の、ね、あのエッジの効いた技法とは全く違うんですね。また模索しながら描いてる。そうですね。なんかこう墨のぼかしというのも、対象の質感を表現するのがとても大切な要素だったと思うんです。それでも初期の頃はいろいろと試作といいますか、こうやってなんかこう遊びながらも、かつその鶏というものを色ではなくて、水墨という本当にこの墨だけでどうやってこうキラキラとした鶏のなんかこうきらびやかな羽の輝きですとか質感を表現するのかなっていうのをすごく模索しながら描いているだとは思います。よくね、昔からその墨にご彩ありって言葉があって、質の色、うん、色素の色ってもう無限の色っていう意味でね、うん、本当にあの奥深さというか、墨の奥深さを逆に今こう彩色じゃないだけに、彩色だとなんかその色にとらわれるところがあるけれども、墨の良さというかもう無限のあの深みというか色合いを感じさせるような、すごく新鮮な感じといいますか、自由で、そうか、若冲自身も描くことがすごくなんか楽しいっていう、そうですね、伝わってくるじゃないですかね、純粋に
書くことへの喜びみたいなものがこの絵からすごく伝わってくると思います、うんうんうん、若冲っていうと鳥のイメージがあって、うん、現代作家なんかでは若冲の鳥のイメージで今鳥を描く人って結構多くて、なかなか鳥を正面から描く人ってそんなにいないですよね。これ若冲オリジナル。そうですね、うん、庭に何十羽の、鶏を飼ってこうやっぱりこう射精をしていたっていうふうに言われているので、鶏のいろんな場面でのシーンというのをちゃんと観察しているので、その中でピタッと正面見た時の表情が面白いね、これ描きたいね、初期の多いです、表面から描いてる。あ、初期だからこその遊び心が溢れている。そうですね、はい、本当にこれは初期の良さをそれこそギュッと凝縮した絵だと思います。まさに若冲銀座降臨と。これも実は墨書きのなんかこうサンプルパターンのような。かわいいね。で、私これにっこり簡単って呼んでるんですけど、確かに笑ってる。はい、それぞれの先生の代表作1点から T シャツ、トートバッグ、これはですね、うん、春まで購入することができるんですよね。そうですね、長井川のホームページを通してもね、うん、注文できます。それは春まで、うん、オープンしてますので、ぜひ振るってご参加ください。お手元で私の作品を楽しんでいただけると嬉しいんです、はいはい、です。今週のおすすめもですね、まあ、前回に引き続きトムとシスコさんの作品ですね。みーちゃんよって、これ飼い猫のみーちゃんなんですね。自分が生活していた場での猫であり、鳥たちであり、猫庭の花々であり、生き物たちということをテーマでちょっと書いてますけれども、特にこのみーちゃんにはすごく思い入れがあるようでね、何点かみーちゃんをモチーフに書かれてますけど、これ大胆なね構図ですよ。なかなかその猫っていうとなんかね、その見たまま写実的に描くっていう猫の絵が多いんですけど、ここまでも自分の思いの中でのみーちゃんがね存在している。しかもこれ89歳ってここに書いてありますよね。もうまさに晩年なんですけど、いつまでもうやっぱりその家族同様の存在として非常にその愛情を持って接していたっていう、このシスコさんとみーちゃんとの交流というものもね、何か感じさせるものがありますし、トムとシスコさんの作品っていうのはやっぱシスコさんのやっぱり愛情というかね、そういうものが見る人にも感じさせますし、それによってその本質ですよね、人がどう言おうと自分の中ではこうなんだっていう思いがですね、やっぱり何とも言えない作品としての面白さというかね、非常に楽しさもあります、まあ、ユーモアありますよね。ですから非常に何か見ていてホッとする感じがするし、いろんな殺伐としたニュースも多いんですけれども、やっぱりこういうアートの力というかですね、こういう作品に触れることで何か心洗われるというか、生きとし生けるものとの共存ということを考えると、非常に意味のある作品を残していただけたかなと改めて思いましたね。もう近年改めて評価をされている方なんですけど、こういう画廊での展示を通してね、多くの人にそのし、トムとシスコ芸術というものを知っていただきたいし、この作品もその中の貴重な一点ということでね、まあ、今回販売をしていますので、ぜひ、ご覧いただいて、お手元で、お楽しみいただければありがたいと思います。